さんまあ人それぞれですね。で片付けたら全て終わるんですけど <laughs> まあ人それぞれだったらなんすかねまあ、まあ、そ,そういう局面もあるしそれで終わらせちゃいけない部分もあるだろうしどうすかね目の前でおばあちゃんが倒れてました人それぞれですねと <laughs> まあそこはまあちょっとあのね救急車呼ぶとかねなんかしてあげた方がいいんじゃないかなと思うんですけど。 なんかまあ、でも、でもそうは言っても、じゃあ地球の裏側でね、同じように倒れてる人を探しに行って、久保さんが言ってましたけど、探しに行くことはしないみたいな。僕も探しに行くことはしないですよね。まあ今も地球のどこかでこうやって僕は平和に動画撮ってますけど、<laughs> どっかで、あの、飢え死にしそうな子供もいっぱいいるだろうし、うん。じゃあそ,それに何ができるのかっていうと、別に何もできないんですよ。あの、僕は今動画撮るぐらいですから、 うん、じゃあ、そ,その子のどアフリカまで今から行ってね、何,何できるのかっていうね。てか、今行けんすかね。まあでももうコロナだいぶあれなんで、海外もあれかもしれないですけど。うん、そう。まあ行ったところでできることって、まあビビったるもんでしょうね。うん。井戸掘り手伝,い手伝うのか、畑仕事手伝うのかっていう。 うん、でもそれはでき、うん、いや、まあ、できないことはないですけど、やらないですよね。やりますよ。でもそれやってたら自分の人生終わっちゃいますよ。だって、今、毎秒毎秒どっかで困ってる人いっぱいいるんだから、世界見たらね。うん、自分の人生どこに行くのみたいな <laughs> 話になるんで、その切り分けがね、あの、していかないと、まあ、生きていくのは難しいんじゃないかなと思いますね。うん。だから、まあ、ま、うん、あ 人は人、うちはうちっていうのを僕は幼少期すげえ言われて育ったんですけど、まあそういう考え方もあるし、人は人、うちはうちなんだけど、なんか助けられることがあるんだったら助けてもいいだろうし、うん。だからまあ僕はまあありがたいことにこう発信してるので、まあ向こうから来てくれるんでね、向こうから来てくれる分に関しては、あの別に質問回答しますし、やりますしって話で。 でも僕からは探しにやっぱ行かないですよね。ヤフーの知恵袋も最近も見に行かないし、まあ、ビジネス的にそのリサーチするっていうところで見たりは昔してましたけど、今はもうしてないですよね、来るんで。うん、発信してれば来る,来るんで、ね、ありがたいですけど。うん、はい、人は人、うちはうち。なんだけれども、その先にも、 何かはあったってことですね行ってらっしゃい